はい、こんにちは、魔法を信じる会です。はい、どうも。もう EU ツアーまで1週間ですよ、もう本当にね、はい、イベント盛りだくさんで、私ショー終わって、うん、あとすなちゃんのあれもあるでしょ、オーディションとかあるしね、 EU ツアーあるでしょ。本当にね、まあね、EU ツアーもね、そんなね、順風満帆じゃないんですよ、いろいろね。一番初日のパリがね、ちょっと中止になっちゃって、その間どうしようかな、3日ぐらいいるから、パリめっちゃね、今マンダックさんに相談して、まあね、ちらっと話しようと。でまあね、新作の DVD っていうわけじゃないんだけど、昔の焼き直しなんですけど、EU ツアー用の DVD もできて、デザインもね、できましてね、みゆちゃん協力してて、なんかいいデザインになりましたね。あ、本当よかった。まあ今ね、パソコンがやっぱ難しいのってのは、切り替えが難しいんだ。今後どうなるだろうってことを考えた時にね、やっぱり今後の制作物っていうのはもう DVD じゃなくなるのかなっていうのが正直な感想なんだよね。そうだから、かといってね、じゃあ DVD じゃないんだったら、ね、要するにブルーレイになるとか、そうじゃないの、そういう持ってるメディアじゃなくて、ネットから落としてきて自分のパソコンにっていう形なのかなと、クラウドに入れるとかね、そういうものになってくるのかなと思ってますよ、だけど今回、まあ、僕らのマジックの一番面白いのは、CG じゃなくてアナログで見せられることが面白いわけだから、EU でアナログ徹底的にやっていきたいと思ってね、でも DVD は DVD な気もするんだよな、物を買うって。敵にはそうなんだよね、やっぱりさ、なんていうの、ダウンロードの権利がどうとかと、紙ペラでもらうだけ、いけない、魔法信じるから言うの忘れちゃった、まあいやいや気にしないでや、だからそこが難しいよね。そうね、やっぱ物をちゃんと買ったって感じがするもんね、 CD が。そうなんだよ。だけどね、今考えてみるとね、DVD ってやっぱ邪魔なんだよね、まあ、本当にそうだけど、出し入れするのが嫌だし、ドライブが悪くなるから、まあね、だからそういう意味では、そのなんだろうな、ハードディスクってのはやっぱすごいなと思うんだよ、まあ今日の話はね、そんな話じゃなくて、やっぱりマジックの話をしなきゃいけないんだけど、やっぱりもう EU ツアーに向けていろいろやって、まあ教え子が2人一緒に行くんだよね。楽しいね。何が勉強になると思う、一緒にいて。いや、やっぱ現場で生のね、そういう、なんていうの、俺の日常生活と一緒のことをやれることができるかなんだよ。そうだね、練習にしても何にしても、カードセットにしても、だからはっきり言ってさ、弾力ってのが一番大事で、みんなね、アイデアで何とかしてようとしてるよね、やっぱり難しいんだよね。でも何だっけ、曽根君だけこの間こっち来てて、曽根君彼すごいと思って、私、なんていうの、入り口からすごいなと思ったのが、まあそうだね、当てもなくポーンと来て、毎日キャッスルの前で誰か来ないかなって待ってたらしいよね。あ、すごいね、で、なんかずっといて、評価してるの、素晴らしいなと思って、そのね、なんて、今の若い子にして珍しいぐらい。いや、だからね、今回2人連れてくるの、なんで連れてくるの、大体面倒くさくなっちゃったりとか邪魔になるんだけど、渡辺左近君ね、左近君と曽根君っていうのは、どっちも俺の眼鏡にかなってる子なんだよ。いや、すごいと思う。まだね、私、左近さん会ったことがないか分かんないけど、でもすごいのは、仙台にいながら必ず俺の合宿に来てるんだよ。それすごいな、ね。お金なんかアルバイトでしかやってないからないだろうけど、だから背中を押してあげなきゃいけないっていうんで、レイザー林君っていうね、仲良しがいるんだけど、会員さんの中で、それと、が言ってね、行かなきゃダメだよってね、こんなチャンスないんだから。確かにね、こんなチャンスないよ。そう、俺と1ヶ月間マジックで旅するってすごいよ。しかも仕事という感じで行けるからね、世界で俺と行くのが一番いいだよね、手術よりも全然いいのは当たり前のことで。そうだね、確かにね、だからもちろんなぜかって言ったら、やっぱりさ、どうやってマジックの力を維持したりとかやるかを全部見られるでしょ、で、土着が昔船に乗った時に俺と一緒にほらカードセット毎日やって毎日やって、そうやってどれほど伸びたかってこととかね、やっぱりそれをまた生かさなきゃいけないんだけど、それを甘んちゃいけないし、あとホームページの作り方、アップの仕方、フェイスブックの生かし方、インスタグラムを使ってどうやってツイートして、それで自分の行ったそのヨーロッパのツアーの模様ってのをさ、自分のほらコンテンツになるんだから全部、すごいこっちゃん、それが分かってくれるとありがたいなと、で売れる売れないってところのタイミングね、最初は売れないと思ったら、また言葉もね、曽根君は英語が使えるけど、英語の力のなさってことを思い知るから、ヨーロッパは。そうかもね、だってヨーロッパだから、だから飯食い行ったって通じねえじゃん、だけど、マジックを売るときに言葉じゃないことも知ることができて、だから渡辺君なんか英語も全然ダメだから、日本語でやっちゃえばいいじゃん、渡辺君日本語もダメかもしれないんだよね、日本語でいくんか、まあ、結局心の持ち方をどうするかってことが大事なんだよね、だって英語も通じないんだったら日本語でやるよ、だからそんなのはさ、俺が世界中旅したときに、ね、みんな錯覚してるかもしれないけど、シュート君が英語得意で俺がっていうふうに思うかもしれないけど、俺は16歳から行ってシュートが14歳で喋れない時から秋元嵐君とね、シュート君の通訳をやってアメリカ行ったんだよ、だから喋る必要はないし、人に喋らせた方がいいから喋らせるだけであって、さあこれがヨーロッパで俺はどうなるかだよね、
だヨーロッパってどのぐらい多分でもいや全然通じないよはっきり言って、うん、ほら私が今ねメールでやり取りしてる人全部英語でねやってるからいいんだけど、ね、現地の人はどうなんだろう。やっぱりあの相当苦労する。そっか、どのぐらい。だからヨーロッパってだけじゃなくてさ、 EU 諸国、スペイン行ったでしょ、スペイン系、うん、誰も喋れない、ウォーター一つダメ。あ、そっか。だから州とか何も通用しなくなっちゃうの、通じないのとかね。みんなあのそれこそ土着と言った時かな、あの日本語の風の英語のが通じる。なるほどね。だからイギリスなんかだって州とかすごく困ったの。ブラックプール行った時とか、そういう時にあのキャナフルボーラーって言った時に誰も分かんない、何それ。あ、ね、で俺たちは学校じゃウォーターって習ってるから、うん、学生時代さイギリス映画で、あ、ウォーターって、ウォーター、オッケー、ウォーター、ウォーターだよ。うん、だからそういう意味でね、言葉が違うってことね。音が違うんだよね、うん、そうそう、うん、それも踏まえた上で言葉ってそういうもんなのよ。それを理解するのがいいね、うん、だから青山茂原さんっていうね、あの参議院の人が一生懸命さ、うん、なんだっけ、プロパガンダって言ったけどあれね、すごくわざとらしく聞こえるけど流暢の学校の先生の英語よりも通じるんだ、あれ。あ、まあそうかもね、うん、だからさ、ね、よく俺が言ってね、みんなが笑ったことがあったの、うん、日本をジャパンって言ったらわかんない、ジャッピャンなんで、どっちかって言うね。あ、そうだね。でよく笑われたよ、うん、日本で。そうでしょ。だから、うん、ジャッピャンっていうと日本語のピャってのがおかしいんだ。ジャッピャンっていうのが本当に正しい発音なの。近いね。うん、そうだね。だから日本語はあの口の形ができないからジャッピャンになっちゃうんだけど、うん、ジャパンよりジャッピャンの方が強いんだよね。近い、ジャッピャン。うん、そういうことも含めて、ね、日本人知らなすぎるわけ。うん。うん、でね、まあとにかくそういうことを英語も含めていろんなことやってきて、やっぱり売り上げが勝負だから、うん、一日一日ね、どういう売り上げ上げていくかってことで、うん、これやるためにまだまだこれから準備もしなきゃいけないことたくさんあるんだよ、うんうん、まあね、今本当に最終詰めてて、うん、ね、この収録した後にこれ DVD のあのあれ出しに行ったりとかしなきゃいけないんだよね。大変ですよ、お金もすごいかかっちゃうし、もう今ねやっぱそういう問題いっぱい出てきて大変なんだ、うんうん、まあ、まだまだね、いろんなこと時間かかるけど、今の状態では、うん、どうですかね、ちょっとね、うん、やってみなきゃ分かんないけどね、うん、まあそんな感じです、はい。まあ今ね、僕らが、やらなきゃいけないことは、もうとにかく全部あれも終わったから、少なくとも、あれって言ってもないよ、しょうがないな。あれってなんですかね、あれだな終わったんだ、あれが。あれまあね、ようやくだよ、本当に、なんだろう、キャッスルも終わったし、ね、何も終わったし、一つずつね、うん、だんだん解決していく。うん、できる丸がある丸も作ったし、全てやったんで、あと問題なのはやっぱり行って稼いでくることだけ、うん、この間ちょっと大変だけどね、でも稼いでなんぼだってことね、考えなきゃいけないです、うん、そのために何をしていくか、準備が何があるか、うんうん、だからこれで主戦に今後どうできたその新しい DVD2 つね、忍者リングの新しい袋も届いて、一つ一つをやって作るって、うん、これはね、ヨーロッパにまあ3万ドルぐらい売るつもりで行ってこなきゃいけないんだよ。それでまあ月着が2万ドルなのか分かんないよ、売れなくて1万何千ドルかもしれない。だけどそれをやってこないと僕らがこの仕事をやってる理由がないわけだから、うんうん、だから日本の皆さんにも言いたいのはね、マジックバーがゴールではないと、ね、今新人の曽根君と左近君はね、ヨーロッパツアーがスタートなんだよ。すごいよね。ヨーロッパツアーがスタートなんだよ。これスタートってすごいよ。本書けるよ、なんか。そう、だってみんなね、鹿浜の子たちとかさ、みんなマーチャー舞台で撮った子たちいるじゃん、うん、あの子たちがどう習ったかって言ったらさ、年間200万かかって、うん、そしてアメリカに住んでやったんだよ。そうだね。それ考えたらすごい機会だよ、1ヶ月間。ね、うん、だからみんなそうやってやっぱり一緒に旅をしてものを習っていくわけであって、うん、そういう旅をした子たちがやっぱり違うね、みっちゃんなんかそうじゃん、うん、やっぱりイタリアとかああいうところのさ、うん、ツアー一緒に行ったからやっぱりすごいよね、根性もついたし、うんうん、だからね、本当に言いたい、みんなはマシャンで何なのって、マジックバーに勤めることがゴールは最低で、ね、マジックバー出すのも最低だな、ね、うん、なんかマジシャンじゃないんじゃないかって気がしてしまう。そうそう、うん、だから、うん、居酒屋の店長さんと同じになっちゃうから、うん、趣味になっちゃってる気がするよ。そうだね、だから俺たちが本当に言いたいことってのは、今度のこの旅でこの2人でどれだけ成長するかって、で実際マジックも上手くなるよ、だってバンバンやらせっから、うん、そうだね、うん、俺の代わりにこの演技やれっつって最初の3日間でいろいろね演技を教えて、それでいろいろ話をして、うん、フランスの観光をして、うん、まあじゃないとその3日間お金入んないからね、俺入んないとやっぱ辛いから、ね、すげえお金かかってるから、はっきり言って。そうだよね、うん、だって旅費ですごいかかっちゃう。そうそう、まあ、2人とも出してくれてるけど足んねえ全然、うん、ね、まあしょうがないね、そんなこと言ってもしょうがないから、まあ稼ぐことを皆さんに期待してくださいってことで、今日はこれぐらいかな、はい、魔法を信じるか言い忘れましたけど、これは魔法を信じるかです。
はい、それではまた来週もう一本取れるかなってことでさよならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。